間違いない。ヴィンセント、こんなところで出会えるなんて、できれば何も知らない、話したいこと、ジャブローだが、こっちはホワイトベース、これで地球グレイブにとっちゃあの青いジムみたい、そこからどこにも味方、ここで俺は思うだが、まったく、そして俺たちは断ち切られた鎖。なんかにピクシーが負けるかよ。
ここだぜ。厄介な。
特務部隊レイスの隊員たちはどうにも奇妙だった。ギーはうさんくさい連中だと警戒しているが、俺には彼らの持つ雰囲気が新鮮に映った。中でもレイスの隊長であるトラビスさんはシュナイド隊長とは真逆のタイプだが、部下からの信頼は厚いようだ。その上、偶然にも母の知り合いらしく、いろいろな話を面白おかしく聞かせてくれた。いつの間にか彼の周りには人だかりができ、俺たちは久しぶりに腹を抱えて笑った。だがこんな愉快な時間は長く続かない。連邦の総攻撃が間近に迫っている。
んな苦境に立たされても目の前の敵を突破する。死ぬわけにはいかねできる限りの みんなでここをの。
我らの邪魔はさ。Thank you.
どんな苦境に立たされても目の前の敵を突破する、それが生きる限りの罪。Thank you.
楽しみはこれからだぜ。
ハハハハ。